しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られざるその細部、謎の人物。好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上は、もっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心、こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でも、あれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。周りの人はおかしいとも思ってない様子だし。そう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では書稿は私の交渉をもとに沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においてはきっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。おい、その顔はなんだよ。おいら、いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つタタラスナの話をしてくれないだろうか。けどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえタタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただもしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する捜索の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生。最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では神輿長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。稲妻においてこの単語は得意な格好、あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ、赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に
先ほど言っていた変な事件が起きた。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろう、僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。失踪した奴がもう一人？まさにその通り。しかも庭という名字、これがただものじゃない。稲妻の精錬鋳造の名門を知っているか？精錬鋳造といえば、それって一神殿とかか？おや、よく知っているな。なら話は早い。この庭というのが、あの一神殿最後の後継者である楓原家の縁石だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、これは僕の生涯の中でも前代未聞の。もったいぶらないで早く。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。人形？おや？お二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことが。ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。お前の言い方のせいで怪談みたいになっちゃったじゃないか。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで一つお目通しを。ぜひ私の論文の書稿も一緒に。沢田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。細かいところを全て不思議な力で片付けてしまうべきではない。沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか？おいらてっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしても、たったこれだけの資料しかなかったんだ。
もうこれ以上は深入りできない。しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大で、よその勢力闘争にまで関係しているのなら、なおさら真相を知るつてなんてないだろう。はあ、それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。まだ用事があるから先に行くぞ。論文頑張ってくれよ。ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。おい、さっき言ってた件だけど、残票と関係があるんだろ？じゃあ、もし何か分かったとしても、参考として教えてあげられることなんてないよな。だって、残票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。普通こういうやつの情報って、全部極秘情報ってやつになるだろ？オイラに言わせれば、赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ。別に。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてった、あれ。あっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけ